こんにちは、リトマンです。前回名古屋から京都に帰ってきましたが、次は大阪に植物出張です。今日は数年ぶりにあの大阪のジャングルに行ってきましたので、その時の動画です。目的地の近くに園芸店があったので寄り道しました。岡本ガーデンさんです。山の中にあるいい感じの園芸店でした。車でしか来れないし、細い道を越えた先なんですが、思ったよりお客さんもいてびっくりです。ハウスが木造で光もたっぷり入っていい感じでした。ちゃんと消毒大事ですね。こちらには多肉植物はあまり置いてなかったです。ホームセンターでも置いてるような普及種が多くて、値段も仕込まれやすくなかったかなと思います。そういうお店ではなくて、花とかがメインの園芸店ですね。スペースの割には植物少なめかなといった感じはあります。まあ高いコーデックスとか置いても売れずに形崩れるだけであれば、こういうお手頃で普及種メインで置いておく方がいいですよね。最近はよくホームセンターなどで客層に合わない値段の開墾植物を置いているようなところもちょくちょく見ますが、大抵は管理状態ひどくてかわいそうです。あとは観葉植物で丸々一つのハウスがあったので、こちらは種類豊富でした。家に置く植物を探しに行くにはいいところだと思います。庭や外構工事を請け負っているみたいなので、そちらがメインの会社だと思います。こういった大きな観葉植物を部屋にも置きたいのですが、なかなかちゃんと管理できないので我慢しています。まあもっとも管理以前に部屋も狭いので、それこそ人間のスペースがなくなって本末転倒かもですね。特に何も買わずに次こそ目的地に向かいます。到着しました。大阪のジャングル豊明園さんです。ブルータスにも掲載されていたので、知っている方も多いのではないでしょうか。基本的には土日のみの開園なのですが、電話をするとこの日はハウスで作業をされているとのことでしたので、お邪魔させていただきました。来園時は電話連絡必須なのと、土日にお伺いしましょう。ここはハウスが何頭か連なっていて、自由にハウスの中から植物を探します。ハウスの中はこの通り、もうジャングルです。ほぼ植物名や値札の蓋もついていないので、ある程度の知識が必要かもしれません。このハウスはいろいろとサボテンのトゲに引っかかりそうだったので、見るのを諦めました。そんな入ることすらできないハウスも中にはあります。それもまた楽しいですよね。お、ここはちゃんと中が見れそうです。蓋がついている鉢はイベントからの持ち帰り品が多いのだとか。結構そういう中にはいい品種が紛れているので、そうしたところを漁るのもいいですね。これはプセウドリトスの何ですかね。あ、アルブカがありました。欲しい品種だったのでキープです。このプセウもやはり気になりますね。花が咲いている株もありますね。
群生する品種っぽいですね。それほど高くなさそうなので後で園主さんに聞いてみようと思います。このハウスは結構良さげなものが埋もれてそうです。この方面園の園主である森本さんはアロエの名人といったイメージが強いです。イメージ通りハウスの中ではアロエが非常に多いですね。私もアロエが好きなのでいろいろと欲しかった品種に出会えて嬉しいです。これは女王錦ですね。これも枯らしちゃったのでどうしようかな、ちょっと保留しておきます。これは以前持っていたが枯らしてしまったマダガスカルの最小アロエです。コンパクトで群生もするのでいいですよ。これもキープしておきます。増える品種なのでそんなに高くはないはずです。それにしてもハウス内すごいですよね。夏は半袖半ズボンなんかで来ちゃうと大変だと思います。この日も結構トゲが刺さりました。見てもらったら分かる通り品種名なんかは大半が書かれていないので自分の知識をフル回転させてこれなんだっけなと記憶を思い起こします。でも分からなければ園主さんに聞くと親切に教えてくれるので安心してください。やはりアロエに目が行きますね。これはアロエのカルカイロフィラ。これもマダガスカルの小型アロエです。小型アロエが好きだなと思います。これも同一品種ですね。小型の小さいアロエはすごく魅力ありませんか？僕は大好きです。ちっちゃい植物が基本的には好きなのかもしれません。これはカストロニアエですね。一時期すごく人気でした。小株を吹きやすく春から秋まで雨ざらしにしておくとすぐ成長します。タイプ違いがいろいろあって細葉の巻きが強いのが私は好みです。これはアロエイネクスペクタータ。これも小型ですね。これは買えばよかったかもしれません。こうして足が止まる品種を見ると同じような姿のアロエが好きなのがバレますね。アロエの実生もたくさんあります。自家採取で種をまいているそうです。ここは一番大きくて一番歩きやすいハウスです。これはハオルチアのソルディダ。一応値段聞きましたがやはり高かったです。こういうレース系のハオルチアも好きです。ちなみにアロエは冬はほぼ花温なしで越冬するとのことでした。種を取りたい品種だけ花温しているハウスに入れるそうです。寒さよりも蒸れ暑さに気をつけた方がいいよとのことです。うちでは数年前の冬にアロエをほぼ全滅させてそれ以来アロエとはちょっと距離を置いていたんですが、その時はおそらく屋外でかつ雨に濡れるところに置いていたのが悪かったです。今年はハウス内に入れて断水で冬を越してもらおうかと思っています。ハウス内でお宝探しをして結果これだけ購入することにしました。すべてお手頃なので1万円で余裕でお釣りが来るくらいでした。すべて品種名の札もつけてもらえるので安心してください。ちなみにプセウはドドソニアヌスでした。あと園主さんにおすすめしてもらったこの本、欲しかったけどプレミアついてる様子です。機会があればまた巡り合えますように。
生植物も面白そうですね。ということで本日は大阪のジャングルで宝探しをしてきました。万人におすすめできる場所ではないですが、アロエ好きはマスト、そして植物好きな人も一度訪れたいハウスです。では本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。